やっぱりアイスが合いますよね。一緒に買いに行きましょうか。メリークリスマス。私からのプレゼントは最高のご奉仕と笑顔です。先生からのプレゼントは何ですか？クリスマスですね、ご主人様。ご主人様となら毎日が特別ですが、今日はとびきり特別な日です。寒がっているウサギのためにおそばにいてくださりませんか？メリークリスマス。先生急いで、七面鳥にケーキにたくさんの料理が待ってるんですから。さあ先生、聖夜を共に過ごしましょうか。この大量の仕事を片付けないことには帰るも帰れませんからね。サンタクロースはいい子にプレゼントをあげるそうです。アリスは先生をいただきたいです。クリスマスか。そういえば直近で受けた依頼はサンタクロースの排除。メリークリスマス。なんでそんな浮かれてるのかって、だって新年までもう少しだもの。メリークリスマス。サンタの代わりにメイドがご主人様にプレゼントを渡しに来たよ。プレゼントは何かというとメリークリスマス、ご主人様。クリスマスなのにどうしてバニー姿なのかって、あれあれ、バニーさんだってやつ。せいや習った。こういう日にふさわしい花があればよかったんだけど、後で調べてくるね。クリスマス、たまにはこういう賑やかな季節もいいですね。一緒に外へ。私とですか？メリークリスマース。何かリアクションをいただけないと恥ずかしいです。クリスマス、生誕祭といえば一年の中でもかなり大切な日。こんな日に私なんかが一緒でいいのか？こういう日に着るものじゃないと思うけど。だからこそいい。意味がわからない。今日はクリスマスだ。大きな日でも真っ赤な老人がプレゼントを配ると聞いたわ。いいな、アイラもプレゼント欲しい。サンタクロース本物なんだろうな。クリスマスイブのカフェはのんびりしてて徹夜作業にぴったり。クリスマスは好きです。街に赤の色が増えますから。先生も赤色は好きですか？言っておきますが、別に血が好きというわけではありませんよ。クリスマスですね。え、寒くないのですか？はい、体は温まっているので大丈夫です。サンタクロースは誰が悪い子なのか知ってるの？それ、なまはげじゃない？先生、メリークリスマス。私は今年、いい子だったかな。それなら、なまはげは来ないね。今日は特別な日だと聞いたけど、どうして恋人たちにも特別な日なの？教えて、先生。クリスマス自体はまあどうでもいいんだけど、次の日とかに出てくるあの特売価格のケーキだけはたまんないね。クリスマス、特別な夕食を作ろうかと思っているのですが、もちろん先生がよろしければ。もうクリスマス、今年も終わりが近づいてきましたね。ささやかなパーティーの準備をしようと思うのですが、先生もいかがですか？みんなが幸せなクリスマスです。鳥に
す生徒なら誰もがドキドキする日ですよ。すごく楽しみですね。あ、ただの独り言です。お気になさらず。あれ知ってる？先生、クリスマスは一年の中であれが一番多く行われる日なの。それは、そう、ハッキングだよ。今年のクリスマスも先生と一緒で嬉しいです。もちろん私にそんな資格があるかどうかわかりませんが。メリークリスマス。こんな日にはブッシュドノエルやシナモンのクッキーがいいですわね。ですが、キャンドルを灯して向かい合っていただくものでしたら、どんなものでも美味しそうですわ。先生、クリスマスを楽しんでいらっしゃいますか？様々なものが甘くて暖かく感じられる日です。これも先生のおかげですわ。メリークリスマスです。この聖なる夜も先生と一緒にいることになりましたね。メリークリスマスです。先生、もしよろしければ一緒にお出かけでもいかがでしょう？メリークリスマス。さあ、クリスマスキャロルを一緒に歌いましょう。サンタクロースさんがたった一晩でキボトスの子供たちにプレゼントを渡すためには、彼のトナカイは最低マッハ4以上の速度を出さなきゃいけないはず。もうクリスマスだね。新しいデザインの治療衣装を用意すればよかった。メリークリスマス。生誕祭です。トリニティでは一番の特別な日です。そして私にとっても一番特別です。さっきシャールの建物の前で雪に埋もれたペロラ様を見かけまして、裸の状態でサタさんの帽子だけをかぶっていたのですが、寒くないのでしょうか？クリスマスですか。きっと記念すべき日なんでしょうね。ではせっかくですし、映画でもご一緒にいかがですか？先生、クリスマス、こんな日に私と一緒でいいの？私は嬉しいけど。メリークリスマス先生。今日がどれだけ特別な日なのか私はよく分かってないけど、先生と一緒に迎えられたことは嬉しいって思える。今日は生誕祭ですね。至らぬ点ばかりではありますが、私もシスターフットの一員です。ぜひ今日は先生のために祈らせてください。聖夜について雑誌で読みました。いろいろと準備は万端です。どうして逃げようとするんですか？このおじさんはこういう日が苦手なんだよ。みんなキラキラ浮かれてて、たまにはこういうのも悪かないけど、なんか騒がしいと思ったらクリスマスか。おじさんも別にこの空気は嫌いじゃないけどね。ただちょっとこの格好じゃ外には出られないかな。クリスマスか。今となっては元の意味を失ってるけど、今のも悪くはない。はあ、ビキニのサンタ服？誰が着るか。そんなハレンジなの。死ね、変態。誰も彼も浮かれてますね。いや、別に嫌と思うけど、外に出るのもあれですし、仕方ないので先生と一緒にいてあげますか。クリスマスね、七面鳥とか生クリームのケーキが美味しいよね。それを一緒に食べるともっと美味しいよね。メリークリスマス。
クリスマスに水着で寒くないの？え？大丈夫。さっきまで熱々のうどんを食べてたから。メリークリスマスです、アルシ殿。今日のために用意したクリスマス版の忍法をお見せしましょう。クリスマスですよ、アルシ殿。今日という日をアルシ殿と一緒に過ごせるなんて。みんなにとって今日はとても特別な日になりそうです。アルシ殿はどうですか？そうですか。嬉しいです。メリークリスマス。街に行かない先生。イルミネーションでキラキラしてるよ。クリスマスも美味しいものがいっぱいだよね。今度こそ食べるとき邪魔されないといいんだけど。そのクリスマスだから七面鳥を焼いたのですけれど、生きてて動くローストターキーはダメですよね。クリスマスですね。サンタクロースと生ハゲは似ていると言われますから、今年はそれをネタに百鬼夜行独自のイベントを。え？そんなことない？百鬼夜行だけ？なるほど、文化の違いというものなのですね。不思議です。メリークリスマス。椿先輩と三森先輩を呼んでパーティーしよう。早くチキン食べたい。クリスマスか。サンタはいらない、先生がいるから。クリスマスか。まあ確かにこの状況はプレゼントと言えないでもないけど。メリークリスマス。恋人たちの日か。クリスマス、もう少しで新年だね。今年はどんな年だった？クリスマスか。この後予定とかある？実はその一応用意してあって。市民の安全を守ることは年中無休。クリスマスでも油断できません。聖なる夜を汚すようなフラッチな行為は全部禁止よ。先生、聞いてる？クリスマス、今年もサンタさんは来るのでしょうか？あ、いえ、私は教官なので楽しみにしてるとか、そういうのではなく。クリスマスに防受装置へ耳を澄ませていると、様々な面白い話が聞けます。例えば、恋人たちの甘いささやきとか。メリークリスマス。救世主と呼ばれた赤ちゃんが誕生したと言われるこの日。どうして恋人たちの日に？ん？恋人？あっちもこっちも綺麗なイルミネーションでいっぱい。これこのまま壁に書き写せないかな。今日は偉大なる方の交誕祭。経験にこの聖なる一日を過ごすとしましょう。聖なる夜ですね。よろしければ一緒にお祈りを捧げませんか？サンタクロース、一晩で全てのキボトスの学園を巡るなんて、なんて恐ろしい速さなんだ。トリニティの聖なる日ですね。このような日でもゲヘナの悪党たちは悪行をなしているんでしょうか？いつの間に夏が過ぎてクリスマスに。楽しい時間が経つのは早いですね。今日だっけ、いい子にしてたらプレゼントが贈られる日って。いいね、私は何がもらえるのかな、楽しみ。クリスマスか、こういう時期には絶対出るんだよね。何かと限定版っていう悪魔の罠が。ほんと、お財布的な意味で困るから勘弁してほしい。メリークリスマス。その、今日は恋人たちの日らしいです。ただそれだけです。クリスマスか。
先生が赤い服を着てゲーム機をプレゼントしてくれたら最高のクリスマスなのに。聖なる夜だね、先生。今日は何か予定ある？よかったら私と一緒に過ごさない？クリスマスですね、先生。今夜は一緒にお出かけなどいかがでしょうか？クリスマス、祭りごとか。祭りごとという言葉はいろんな意味で使われているな。なぜそんな目で見る？深い意味はないぞ。クリスマスというのは感謝を分け合うための日と聞きます。その先生、クリスマスプレゼントは何がよろしいですか？いい子にしかプレゼントを配給しないだなんて、サンタクロースめ、奴は悪辣なブルジョワに違いない。操作したくないから静かにしてるね。サンタクロース、ぜひいつか一度お手合わせ願いたい相手です。サンタクロースさんは悪い子にはプレゼントを渡さないとか。いい、そもそもサンタクロースさんは私の存在を忘れているかもしれませんね。今年のクリスマスはラビット招待全員で七面鳥を食べることになってさ。もちろんいつもの公園でだよ。あ、消防法？じゃじゃーん！クリスマスのプレゼントはこの私。リボンをほどくといいよ。新年の前に今日はメリークリスマスだよ、先生。私もあと少しで終わりますね。先生、クリスマスケーキは召し上がりましたか？もしまだでしたらクリスマスプリンを用意しましたので、ご一緒にいかがですか？果たして今年もサンタさんは私のことを見捨ててしまうのか、それとも今年のサンタさんは先生？よう先生、メリークリスマスだろ？うん、ないのか？プレゼントだよ。クリスマスプレゼントは子供がもらうもの。バック、知ってるっての？別に欲しくてここに来たわけじゃねえから。クリスマスですか。ミレニアムでは何か特別な日というわけじゃありませんが、今日はなんだかのどかですね。もしよろしければお仕事の後ディナーをご一緒にいかがですか？クリスマスの夜景は遠くから見ると夜空みたいにキラキラしていて綺麗なんです。懐石料理にクリスマスケーキってやはり変でしょうか。先生、新年のためにショッピングにでも行きましょう。私がサンタクロースになってあげますから。メリークリスマスです、先生。せっかくですし、何か一緒に食べませんか？冷たいものでも温かいものでも。メリークリスマス！サンタは素晴らしいです。先生もサンタは好きですか？クリスマス、こうやって多くの人が油断するときこそ徹底的に警戒しないと。せいか、別に何の感想もない。この世界の苦痛がそれによって減るとは思えない。全ては虚しいだけだ。巨大なプレゼント袋を担いだ老人はキボトスの全域をうろつくシーズンが来たのだ。あの老人は一体どんな薬を飲んだらあれだけ元気にいられるんだろう。先生、欲しいものはあるか？黄金はないけど、手足が黄金の色に染まる薬ならあげられるぞ。クリスマス、
良い日なのかもしれませんが、実は私たちにとっては普段より忙しくなりがちな一日です。もしプレゼントをもらえるとしたら、一人の時間、いえ、二人っきりの落ち着いた時間が欲しいですね。メリークリスマス。どうせ先生はクリスマスも暇でしょ。一人ぼっちはかわいそうだから、今日だけは相手してあげる。メリークリスマス。どうせ先生は今日暇だと思ってかわいい格好で来てあげたよ。嬉しいけど、せっかくだしサンタ服も見たい。それは後で。メリークリスマス先生。今日ぐらいは皆さん喧嘩しないで平和な一日になるといいですね。クリスマスですね。どうでしょう、似合ってますか。メリークリスマス先生、何か欲しいものはある。私は今のままで十分かな。メリークリスマス先生、今日は本当に特別な日なんですよ。こんな日に先生と一緒にいられて嬉しいです。メリークリスマス、今日は特別な日なんだって。どういう風に特別なのかわからないけど、先生教えてくれない。こんな日にも自転車買って、特に約束もなかったから。だったら今から先生と約束があったことにしよっか。ライディング抜きで。今日はクリスマス、お祭りの日です。私たちお祭り運営委員会はもちろん見逃しませんよ。さあ行きましょう先生。夏も桃屋堂、クリスマスも桃屋堂、お祭りは年がら年中続いてるんです。というわけで、さあ行きましょう先生。先生、サンタの変装がバレないように気をつけてください。子供たちの純粋な心は何よりも大切なものなんですから。サンタさんは私のところにはきっと来てくれないですよね。それでも大丈夫です。私のクリスマスは先生と一緒ですから。クリスマスとはかつて救世主が生まれた日だそうですね。よく知りませんが、救世主はきっと筋肉質に違いないです。連休を目前にして皆さんの気が緩む時期ですね。こういう時こそもっと厳しくパトロールしましょう。こういう場の挨拶ぐらい私も知っています。メリークリスマスですよね。それでは今から空中を飛び回って先生の安全を脅かすサンタクロースという敵を撃ち落としてきます。クリスマスですね。ん？いいえ、平気です。別に寒くなんかありません。はし。見なかったことにしてください。ぐっさん。近頃、チェリの会長の勘が鋭くなってきていて大変です。実はサンタクロースはいないなんてこと、気づいてはいけませんのに。クリスマスは好き。百鬼夜行では少し珍しい祭りだけど、たくさんの人が幸せそうな顔をする。聖なる夜だからね。クリスマス、私クリスマスツリーになりましょうか。いえ、その先生がよろしければシャーレに飾ってほしいな、なんて。クリスマス、大人のデート。ああ、なんでもありません。こういう日にはあまりふさわしくない身なりかもしれません。逆に悪くないですか。
サイモは好きではありません。でもこういう日に暖かい暖炉の前で本を読むのは結構好きだったりします。サンタが最新機器をプレゼントしてくれたらいいのに。ん？直接作った方がいいって？それはサンタクロース？サンタは情熱的だね。誰かに応援でもされてるのだろうか。ああ、子供たちの夢と希望が情熱の源なのかもしれないね。クリスマス、恋人たちは一体どのようなことをするのでしょうか。私、こういったことにあまり詳しくなくって、じっくりねっとり教えていただけませんか。メリークリスマス、あなた様。こんな特別な日に特別な格好で二人きり、今日一日とても楽しみですね。メリークリスマス。クリスマスって大好き。街が私の好きな色でいっぱいになるから。クリスマスか。普段こういう日はちっとも楽しくないけど、今は先生がいてくれて少しは楽しいですね。クリスマスを得意点にしたがる人たちの気持ちはよくわかりませんけど、先生と一緒ならと考えると少しわかる気もします。メリークリスマス先生。サンタとゲームは似ています。どちらもときめきをプレゼントしてくれるので。サンタさんは煙突を通ってくるらしいです。ゲーム開発部に煙突はありませんが、機会があれば一度入ってみたいです。こじんまりしてて日が勝ち良さそう。